で12月4日の3問に入る前に本日は宅研合格するための具体的な勉強法これをお伝えいたたしますす合格するために年齢っていうのは関係ないんですね弊社の個別指導の受講者までも65歳以上の方も合格していますで70代の方も合格してるんですよ なので、勉強の仕方さえわかれば、誰でも合格できる。これが、達見試験なんですね。もし、今年の試験で思った点数が取れなかったという方は、12月に入りましたので、今日から本格的に受験勉強していきましょう。で具体的な勉強法については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。また、右上にお知らせのボタンも貼っておきますので、こちらからご確認いただくことも可能です。 それでは12月4日の3問に入ります。確定期限のある債務は期限が到来した時から履行地帯となる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは丸ですね。確定期限のある債務は期限が到来した時から履行地帯になります。これは消滅事項の起算点と同じなんですね。なんで合わせて覚えておきましょう。 これはもう2、3回出題している問題なのでそろそろ覚えていただければと思います消滅事項と履行地帯の起算点の違いこの動画もですね、えー、下記概要欄に URL 貼っておきますのでご覧いただければと思います一応こちらにねお知らせボタンも追加しておきますのでこちらから見れる方はこちらからご覧いただいても構いませんで、確定期限のある債務ってどんなものかイメージできますでしょうか 具体例を一つ考えてみてくださいえ。さっと出てこないというのであれば、イメージできていない証拠なんですね。えこれでは実力はつきません。では一つ具体例を出します。12月31日までに借りたお金を返す義務。まあ、返す債務でもいいですね。これが一例です。12月31日までっていうふうに期限が確定していますよね。 返済期限が確定しています。だから確定期限って言うんですね。この場合、12月31日が経過したら履行地帯になります。履行地帯っていうのは履行が遅れてますよ。義務を果たす期限がもう過ぎてますよっていう意味ですね。このようにイメージをしながら勉強することによって実力は上がります。イメージできないと試験前になって点数が上がらないっていうふうになるんですね。なんでそうなりたくない方。 また来年受験を目指している方っていうのは今すぐ理解学習に変えて勉強を進めていきましょう単に丸暗記で学習していると本当試験前になって点数が上がらないってなってきますあの過去問の点数と予想模試の点数これは上がるんですよだから多くの方が勘違いしちゃうんですよねあちゃんと勉強できているって勘違いしちゃうんですでも実際本試験になると問題文がちょっとイメージできないとか問題文がわかんない頭に入れた内容が真っ白になって飛んでしまうっていうふうになっちゃうんですよね で、それっていうのはもう日頃の勉強の仕方がもう丸暗記学習だからなんですよ。理解学習をやっていれば問題文もちゃんとわかるし、頭に入れた内容も忘れにくくなるんですね。また忘れていたとしても、問題文から答えを導くっていう手法を使って答えることができたりもするんですよ。なので合格点ぐらいは取れるんですね。まあね、あの40何点とかって言って、高得点は難しいかもしれないけども、ボミスそしたとしても合格点は取れるようになりますので、ぜひですね、理解学習に変えていただければと思います。で、問い2ですね。 宅券業者の代表取締役が懲役刑に処せられたとしても執行猶予が付されていれば宅券業者の免許は取り消されることはない丸かバツかという問題ですえ答えバツですねまず代表取締役も役員に該当しますそして役員が懲役刑に処せられれば役員代表取締役は欠格になりますねでこれ執行猶予がついていても同じなんですよ 執行猶予がついていても役員が結核になると。ということは、宅建業者も結核になって免許が取り消されるということですね。よって問題文で宅建業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。ただですね、その後執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で、執行猶予って何かわかりますでしょうか ま簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、一定期間は目をつむって、その期間、何も悪いことしなければ、まあ、長期刑なかったことになるというようなことです。でまあ、執行猶予と対比されるのがです、ね、実刑という言葉ですね。いきなり刑務所に入れられるというのが実刑になります。で個別指導の受講者様は、専用メルマガで、この問題の考え方ですね、これ、お伝えいたしますので、専用のメルマガからご確認いただければと思います。 で、問い3です。土地区画整理組合が成立した場合において、え施工地区内の宅地について、所有権、または借地権を有する者はすべて組合員となるが、施工地区内の借家人は組合員とはならない。丸か×かという問題です。で答えは丸ですねえ。借家人は組合人とはなりません、まあ。借家人って建物を借りている人ですね。土地の所有者であったりとか、借地権者っていうのは、 組合員になりますが、建物を借りている借家人については、組合員にはなりません。でこれなぜかっていうと、そもそも土地区画整理事業っていうのは、まあ、ごちゃごちゃした土地をきれいに整理する事業なんですね。まあ、土地を工事する事業ってことですね。土地を工事してきれいに整理すると。つまり、土地に関する事業なんですよ。建物っていうのは関係ないんですね。よって借家人は組合員とはなりません。 で本日は一番最初にお伝えしたえ具体的な勉強の仕方ですね。こちらについては、この動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきます。また、この真ん中ですね。真ん中に、まあ、動画クリックできるボタンもつけておきますので、そちらからご確認いただいても構いません。今から理解学習を実践していただければ、来年あなたに合格していただける自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導でお待ちしております。レトスの小野でした。